お主か。いいところに来た。死に際に竜の丹田が力。見せてやろう。私が全土の容器を吸えば真の丹薬も手に入る。我怎么跳上去？
走，哪里？糟糕，那个位置我怎么跳啊？这里啊，哦，来不及了。啊，干，来不及了，下一次了。ありがとうございます。きっと炎章様もお喜びでしょう。乱を鎮める英雄のいずる時、彰星が夜空に燦然と輝く。世を憂いながらも天文を見る力しか持たぬ私にできるのは、天の星の教えを受け未来を伺い知ること。星の示す英雄が進むべき道をたがわぬようおそばで見守りたいのです。願わくばあなたにも天の星の導きがありますよう。これで都は救われました。一旦
皆のところに戻りましょう。連合軍は四分五裂、今や解散したも同然。所詮人は己の都合で動くもの、絆など当てにならぬ。ひどいありさまじゃの。老子様、今度は南常陽城を妖気が包んでおるようじゃ。さりとて弾薬も捨ておけぬ。董卓はわしと交渉に任せ、お主は常陽に向かってくれぬか。大教養、お主の父は娘思いよな。大殿が城内に向かわれました。どういうことだ。何か異変があったのかもしれません。父上が怪しげな同士と話しているのを洛陽で見かけました。チッ、親父、なんか隠してやがるな。急いで会おうぞ。おお、お前孤狼官だろ。あなたが噂の。私は孫権、あざなお厨房と申します。今ちょっと厄介なことが起きていてな。これは不吉な。まさか父上の身に。バカ言うな。虎がそう簡単に駆られるかよ。そうだろう親父。私が黙って敵中へ乗り込みやがった。何があったか知らんが、のんびりはしてらんねえ。積もる話は後回しだ。請求なお願いで申し訳ありません。何卒我らにお力添えを。